はいどうもビルトです。というわけで今回なんですけど、そろそろねバレンタインが来るということで、バレンタインのテクスチャーパックを紹介していきたいと思います。はい、ということで今回はバレンタインのテクスチャーパックを紹介するということで、まあね、まあ僕はね、全然バレンタインもらえるんですけど、お母さんから僕のね動画を見てくれてる人は8割がね男性ということで、多分ね、まあ、みんなのことだからねバレンタインもらえてないんじゃないかなということで、今回はね僕から、バレンタインをあげるということで、テクスチャーパックをね紹介していきたいと思います。まあ、仮にねみんながね女の子からチョコもらったとしても、まあ、1個しかもらえないと思うのけど、まあ、僕はねめちゃめちゃ優しいから3つねテクスチャーパック紹介したいと思います。はい、というわけでまず1つ目のテクスチャーパックなんですけど、これです。読み方よくわかんないんだけどね、この1つ目のね、まあ、人生の大先輩ビルトからの、ありがたきね、テクスチャーパック紹介していきたいと思います。とりあえずこれ適用させます。適用させるとこんな感じになっています。まあ、全体的にピンクだね。すんごいね、ハートがついてて、めちゃめちゃね男子諸君は興奮しちゃうんじゃないかなって思います。ゲームするときはね、興奮しないように、まあこのテクスチャーを使ってね興奮しすぎないようにお願いします。というわけで早速スカイウォーズやっていきたいと思います。はい、というわけで1試合目やっていきたいと思います。まあ多分ねみんなこのテクスチャー使った瞬間にね心の中でね何かが燃えてめちゃんこねキルできると思うので、今回隣の人全員やっていきたいと思います。よいしょ、まずは落とすと、でここ行きます。ほい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 、オーケー。まあ、こんな感じでね、早速ニキルしていきました。ちなみに今自分帰宅したばっかりで手がねめちゃめちゃ凍っております。なのでジッターがね多分やりにくい、もうこの手の状態になってるんで、まあ、頑張ってねプレイしたいと思います。よいしょ、ということで、足が出たね。なんか足分かりにくいな。ちょっと待って、これ早速死ぬ。ちょっと待って、ガチ落ちない、ガチ。はい、ということで1試合目やっていきたいと思います。まあ、今結構なんかバグってて、なんかハイペクセル最近ああいうね倒されたバグが多いんでね、皆さん気をつけてください。で、というわけでね、まあ、気を取り直してやっていきたいと思います。今回こそは勝つ。やっぱね勢いが大事なんで、さっきみたいに戦ったらねもう引いちゃダメ。うん、おーすごい、おーすっごい、あの人すんごいハート投げてくる。ちょっと投げすぎじゃない？ほいほいほい、待って、ガチで言ってんの？全員俺のこと好きじゃん。ちょっと待って、なんかさめちゃめちゃこのテクスチャー使ってからさ、すんごいみんなからモテるようになってめちゃめちゃ攻撃されるんだけど、どういうこと？なんか本当になんか異常ってぐらいマジで攻撃されるんだけど、なんなんだろう。ちょっとやめてほしいなそういうの。まあね、やられる前にね自分がやっちゃえばいいっていう話なんで。よいしょ、オッケー、オッケーオッケーオッケー。伝わるかなこれ。本当にね書いてきたばっかでね、なんかジッターっていうか、もうなんかねエイムもねおかしくなってる今。伝わってほしいんだけどマジで。違うか、あ足つけてないね、生きる。これはよいしょ、オッケーオッケー、なんとか勝てた。ちょっと待って、早いって。オッケー、いいよ。で、ガップル取ってよっからせ、あ来てるね、やっちゃう？レギンスつけてないじゃん。おい。いいね、いいね、いいね。今のところ超順調。で、あと、自分以外に3人いるんで、そこの人やりたいな。うまくいけるだろ、これは。うお、装備つけやがった。マジ？ちょっと待って。すんごい待って。マジ、後ろが邪魔してくる、すんごい。マジ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 ガチガチガチ、やめ、マジでやめて、本当に後ろ、あいつガチやべえな。絶対モテてないからってさ、チョコもらってる俺に攻撃していってるわ。ちょっとやめてほしいなそういうの。ウェイバイバイ、よしよし待ってろ、ボコボコにしてやる。ほいほいほい、まずはつなげてく。でまあもうこっちに来させてもいいんだけど、来させやしない、もうやっちゃう俺は。ほい、あ怖い怖い怖い、おおすげえことすんじゃん。うん、オッケーオッケーオッケー、余裕だわ。まあ、俺マジでずっと燃えてるんで、
心も燃えてるんで、こんなね溶岩には負けない。 OK GG。 はい、ということで2つ目に紹介していく、バレンタインテクスチャーはねこれです。解像度16のやつ使っていきます。はい、というわけで適用させるとねこんな感じになっています。まあ、やっぱりバレンタインのテクスチャーなんで GUI がねやっぱピンクになってますね。まあというわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでこんな感じの見た目になっています。でアイテムがやっぱバレンタインのテクスチャーなんでねピンクになってます。あ、やっぱなんかいいな。解像度16のテクスチャーってさ、マイクラ感がめちゃめちゃあって、なんか自分マジで好きなんだよな。解像度16のテクスチャーね、嫌いな人ねほとんどいないと思う。うん、わかる、なんか伝わるよね。なんか高解像度にはないなんか良さがある。これマイクラ特有のなんかね良さが出てますね。でちょっと頭ないからね、頭出したいんだけど来ないな。あ、来た。オッケー、これでもうほぼ勝ち確。あそこの人来るな、行くか。行けるくね。ほいちょっと俺に惚れて落ちてったな。よいしょ。まあ、ストレンスないけどちょっと強気に行こう。すっごいはめれるんだけど。でこの人も行っちゃう。あ、待って、逃げんなって。おいで、エンパゲットしたね。あ、でここの人行っちゃうか。レギンスください。そのおぶね、オッケー、やば、強っ。なんだお前、なんだなんだなんだ、やんのか、なんだなんだなんだ。もう無視してこの人行っちゃうか。やっぱ本体攻撃すればね全部やられるんで。オッケー、これで勝ちじゃね。えい、じいじい。はい、ということで、3つ目に紹介していくテクスチャーはバレンタイン32ということで、完全にもうこれはバレンタインのテクスチャーですね。早速適用させていきたいと思います。適用させるとねこんな感じになってます。やっぱバレンタインのテクスチャーなんで GUI はねピンクですね。まあ、というわけでやっていきましょう。はい、マップに入るとねこんな感じで、まあそうだね、やっぱりさっきのテクスチャーと同じようにアイテムがだいたいピンクになってますね。よいしょ、ほい。でこれで、あー今回も足がない。うん、なんか毎回どっかの防具が揃わないんだよなマジで。なんか運ないのかな。でも大体ね真ん中行くとね出ちゃうんで、まあいいんだけど。よいしょ、オッケー、エンパー、ほら足出たもうなんかねチェスト運いい、マジで最高にいい俺。ほい、オッケー。で、ここの人行きたいな、どうせならもうドッキリだよな。待って、危な、オッケー、ガチビホップ、ガチで言ってんの。はい、ということで気を取り直してやっていきましょう。なんかハッカーがいてやられちゃったんだけど、まあ、あの一般プレイヤーにはねこのテクスチャー使えば勝てるんで。よいしょ、待って、落ちない、あ落ちた、いいね今のブロック強かったな。オッケー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 。今空中で殴ったから絶対奈落落ちるって思ったけどギリ落ちなかったってな感じで。ちょっと待って、お、ビビった。え、え、どこ行った。あー、なるほどね。ちょっと待ってって。あー、燃える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 、待って、燃え盛る。いいの、はい、ということで気を取り直してもう一回やっていきましょう。この試合勝ってねラスト試合にしたいと思います。まあいけるっしょ俺なら。長年ねスカイウォーズやってきてるんで、やっぱ勝つって決めた試合はね絶対勝てると思うんですよね。よいしょ、であそこのテスト取ってなんかいいのが出るはず。おー、いいね、エンパワーマジで神。ここ何が出るか、足か、まあ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 いいだろう。でここのカエルをね倒します。逃げんな、ちょっと待って、ほいほい、落としたくはないけど、まあいいや、しょうがないしょうがない、妥協ですねこれは。で、あそこにいる人たちをやりたいな。オッケー、いい感じに。あ、待って、防具がいい、君はそれ拾わせてくれないよね。うん、ありがとう。で、じゃあ行こっか、あの人。あ、なんか待って、すごいハート投げてんな。微妙、これ生きる気しねえなー、ガチで。ほいほい、ちょっと待って、いけるべ。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、ここまで来たらもうほぼ勝ち確。待って、行きたい行きたい、行けばガチで行って。あ、ちょっと待って、落ち着け落ち着け。うん、あれはいけるっしょ。
ガチで言ってんの？ちょっと待って待って待って。オッケー、ちょっと待って、立場逆転。おえー、勝った勝った勝ったバイバーイ。はい、というわけで今回は、バレンタインのテクスチャー3つ紹介していきました。3つともね、すごく使いやすいテクスチャーだったので、よかったら皆さんね、ぜひぜひ使ってみてください。下の概要欄にね、ダウンロード先のリンク貼っておくので、よかったらね、チェックしてみてください。というわけでこの動画が面白かったらね、チャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いします。あと僕のツイッターのフォローお願いします。下の概要欄からね、僕のツイッターアカウントに飛べるようになってるので、よかったらね、フォローしてみてください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。